ってやろう。太郎です。純一さんからの質問です。ゆるい質問です。 F1 のモーターホームは全てチームが所有しているのですか？中にはリース会社からレンタルやリースして使用しているチームとかあったりするんですか？素朴に思ったのでよろしくお願いします。モーターホームは自分たちで持ってるのか借りてんのかって話ね。モーターホームをリースしてるような会社ってあるの？ありますよ。あるんだ。まあでも F1 はあれ全部、あ、でもリースにした方が経理的にはいいのか。だからまあ、やっぱ予算限られてるチームはそうしてますよね。うん、ああ、そういうことね。うん。待ってよ、じゃあ今のチームでいくと、ハースはリース。ハース、どうなんでしょうね。うんそうかもしれない。アルピーノはだってもう20年ぐらい使い回しでしょ。あれ、あ、この間変えたんだっけ、久しぶりに。そうそう、2019年に新しくしましたけど、その前トヨタがずっと使ってたやつで、うんね、ずっと使い回してたやつ、ね、あれは確かあの買ったんじゃなくてリースだったと思います。ああ、なるほど、なるほど。だから自分たちはこういうモーターホームがいいんだってもう独自に作りたかったら自分たちで作って、うん、もう保有するしかないじゃないですか。レッドブルなんかそうでしょ。まさにそうですよね、うん、あマクラーレンも結構豪華な作りなんで、あれはマクラーレンも自分たちで持ってますからね、うん、ウィリアムズはシンプルだね。あれリースなのか、まあどうかな。でももうオリジナルだとは思いますけどね、まあ、だからそういう独自のものを作りたいってなると、まあ、基本はやっぱり保有して運用することになりますけど、まあ、トレーラーの台数もすごいんで、うんまあ、ファクトリーに置いとくわけにもいかないやつも結構ありますよね。そうだよね。だってもうトレーラーだけでもだってタカさん映像見ていただければたまに出てきますけど、レース中もね、うん、トレーラーの駐車場行ったらもう各チーム20台ぐらい、うん、トレーラーの頭がぐわーっと並んでるから、でレースだったらあれが全部ぐわーっと中入ってきて、まあ、あれもサーキットの中にあるの全てじゃないですからね。サーキットの外にも止めるとこありますからね。そう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 、すごいよね台数が。もうだからもう規模がもう桁違い、物物資の輸送の規模がちょっと桁違いなんで、何運んでんの君たちっていうぐらいっていうぐらいのものがないと回らないですか。回らない。それはちょっと環境って話になっちゃうよねみたいな、うん、F1 サーカスが動いただけで、ね、確かに CO2 はすごいことになってるよねっていうのは、まあ、世界全体でいうとめちゃくちゃ小規模ではあるんですけどね。じゃあまあチームの、まあ、事情規模事情によってはまあまあリースしてるところもあるんじゃないのかなっていう、うん、だからあのテストにその本番と同じだとメルセデスなんかはレースの週末に使うのと同じやつドーンって持ってきたりするじゃないですか、うんまあ、レッドブルも、うん、ああいうチームはもともと持ってますよね。フェラーリも。あそうか、テストの時になんかあの仮説みたいなの持ってきてるようなところはあれも当然仮説は借りてるんだろうから、そう、うん、ああいうのを、まあ、簡易版を使うところもあるし、まあ、マクラーレみたいにあのでっかいお城をテストに作るのに、まあ、3日かかりますみたいな、さすがにテストではそれやりたくないでしょう。3日かかるだけじゃなくて、うん、人数もすごいかかるんで二十何人とか必要なんで、うん、あれ回すのに、うん、そういうのはテストでやらないってありますけど、うん、じゃあ太郎さん一番好きなモーターホームはどこですか？モーター一番好きなモーターホーム、まあ、レッドブルは確かに豪華だったけど、レッドブルは豪華だけど、でメルセデス、木の家になってからも太郎さん行ってるんでしたっけ？木の家行ってる。前のエナジーステーションじゃなくて、木の家ってあれどこにでも登場しないもんね。そう、まあ2パターンあったのかな。太郎さんのガラス張りのしか、要は壁が全部あれ全部 木でできてるんだ。正面ほぼ全部木だったけど、じゃあ多分木のバージョン知らないかもしれない正面ガラス張り スロープで上がってくる。なんか言ってたような気がします。あの中にエアコンがなくて暑いっていうの。あ、エアコンのはなかったのは経験してる。前からないけど、うん、そうだね。だからどこが好きだろう。見た目、うん、ホンダの裏口。そうだね、やっぱホンダ、うん、まあでも、うん、まあ、シンプルなのがいいよ。ウィリアムズとかハースもシンプルでいいし、まあ、ハース普通に2階建てのトレーラーにこれつけてるだけですからね、うん、そうそうそう、あれぐらいでいいんじゃないですか皆さんっていう、うん、でマクラーレンはちょっと宇宙っぽいしね。マクラーレンまあ新しくしましたからね、シンプルにしましたから。ああそうなんだ、うんうん、メルセデスはもうご飯が美味しいっていうぐらいしかイメージがない十分でしょ